日本語で詩を読みましょう。日本語能力試験 N2 レベルスタート。境界線の揺らぎ。作者クシャニ。私は毎日ご飯を食べるが、ご飯と私は別々の個体だろうか。喉を通る前のご飯は他者で、喉を通った後のご飯は私だなんて、おかしな理屈だ。ご飯は私と一体、ご飯とは私じゃないか。じゃあご飯が私だったら、ご飯が食べる光と土壌も私というわけか。私は常時呼吸しているが、空気と私は別々の個体だろうか。吸った瞬間私となり、吐いた瞬間他者となるなんて、おかしな理屈だ。息を吸おうが吐こうが、空気は私と一体、空気とは私じゃないか。じゃあ空気が私だったら、空気を吸うすべての生物は私というわけか。おしまい。